1983年の広島東洋カープでは、1983年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、小葉武監督の9年目のシーズンである。就任9年目の小葉監督は前年まで主軸を打った水谷実王をトレードで放出し、代わりに加藤栄治を阪急から獲得。さらに4年目の長島清行を、 外野のレギュラーに、立川光雄正捕手にそれぞれ抜擢するなどチームを再編。投手陣では、前年20勝の北別府学ぶ、シリーズ男の山根和夫、この年から、ローテ入りの川口和久、前年新人王の津田恒美が、先発陣を形成し、中継ぎには山本和夫、古沢健治、抑えには大野豊を配置するなど戦力は豊富で、チームは、 優勝候補に挙げられたが開幕ダッシュに失敗して、巨人の独走を許した。6月以降、絹笠義雄や山本浩二などといった主力の活躍で、巨人とのゲーム差を詰めていくと、前半戦終了前には主位をダッシュ。後半戦は、前年同様ベテランの多い主力打者が息切れすると、8月中旬には、主位から陥落。その後も勝ち星を増やせず、巨人に、 ゲーム差を広げられ最後は2位で終了。投手陣では川口が15勝を挙げて、AS スにのし上がり、北別府、山根なども例年通りの活躍を見せたが津田が、後半戦右肩通で離脱したのが響き、防御率は3.30から3.65へ、低下したが優勝の巨人をわずかに上回った。打撃陣では阪急から一席の加藤が関炎で、苦しんだ一方で、長島。 辰川がレギュラーの座をつかみ、高橋義彦、山崎隆三の1.2番コンビに加えて、新外国人のティムアイルランドも、発するプレーで活躍するなど明るい話題もあり、本類だは前年の139本から164本と増加した。ありがとうございます。